ミーゴレンミーゴレンは、インドネシア、マレーシア、シンガポールなどの焼きそば料理。ミーは、麺、ゴレンは、揚げるの意味。実際には炒めて作るが、ゴレンは、英語でのフライドヌードルのフライの用法に近い。麺は通常は小麦粉でできた中華麺を使用する。調味料に、ケチャップマニスを使用するので、日本のソース焼きそばに近い外見になる。 ケチャップマニスを使うため甘口ではあるが、ニンニク、唐辛子、魚醤などを使用するので、日本人にとっては、スパイシーなエスニック風焼きそばと受け止められている。シンガポールでは、シンガポール風と称して、トマトケチャップで味付けする赤っぽい、ミーゴレンも存在する。現地では、人気の定番麺料理であるが、戒律の厳しいイスラムが多い多宗教地域であり、外食産業で作られる。 ミーゴレンは鶏肉とエビなどが使われることが多く、豚肉は使われないことがほとんどである。近年はインドミーシャなどのインスタントの袋麺が人気であるが、パッケージに書かれている調理方法だと日本の袋麺の焼きそばと違って、茹でた麺に添付の合わせ調味料を絡めるのみで全く炒めない。ちなみになしゴレンは現地のチャーハンであるが、ミーゴレンとナシゴレンとでは、 味付け方法や盛り付け方がほぼ同じであり、主食材が変わっただけの料理とも言える。ここでは、インドネシア風の調理方法を示す。卵割りほぐし、好みの調味料で味付けする。弱火のフライパンでニンニクを炒め、鶏肉とエビを加える。好みの量のサンバル、塩、胡椒を入れて、香りが良くなるまで炒める。大きめに切ったキャベツを入れて炒める。中華麺を加えて、 さらに炒める。フライパンの一角にスペースを作り、適量の油を加えて一位を流し入れ、入り卵を作って麺に混ぜる。麺に、ケチャップマニスを絡めながら炒める。ケチャップマニスを入れすぎないように注意する。さらに移す。きゅうりと人参の酢の物の、バワンゴレン、チリソースなどを添えて食べる。ありがとうございます。